皆さんどうもピーマンです。今回ドラクエ8実況19回目になりますよ。今回の実況の旅の目的はヤンガスのふるさとであるパルミドを目指していくという感じになりますね。パルミドはね、このアスカンタ城を南に行けば着くということなので、ちょっと南に進んでいきましょうか。こいつおるめっちゃ強いやつだ。やめてね。気持ち悪い、おっさんおる。もうこのモンスターじゃないじゃんね、変質者だよね。ある意味モンスターだけど、ある意味ね、もうちゃんとしたモンスターだしょ。これこそがモンスターだよ。モンスターっぽい。もう変質者、変態気持ち悪い。こういうやつは出さないでくれ。頼むよドラクエさん。また来年の1月にね、ドラクエの最新作が出ること決定いたしましたしね。ドラゴンクエストなんだっけ、なんとかアズみたいな、そんなのがね。そしてドラゴンクエストヒーローズ2もね、もう開発されてますから、いろいろとね、まだまだドラクエ盛り上がっていきますよね。僕も非常に楽しみなんだけど、お前は来るなお前は後ろについてくるんじゃない。おお、海岸が見えてるよ。海岸、お、なんだあれ、なんかマークついとんな。あれ何、マークついとるよ。あれなんだ、 あれ倒してみようか。変なマークついとる。気持ち悪い見た目のやつだなこれ強いんじゃないの、いけるかな。えい、1対1か。1対1じゃないね、1対4だねごめんね、数の暴力でいくよ。ここは呪文でルカに行っとこうかな。んで、ククールバギ、まずは守備力を落とす。ククールバギ、クールに行こう。ゴー、キュー、あーびっくりしたわ。わー、19割かし食らうな、やっぱ強いな。ハンギリ、おー、36のダメージ、素晴らしいぞ。普通に強いね、これ。40、あー、いいね。ヤンガス、もうそろそろ50代行くじゃん。50代行っちゃうじゃん。もうあとは普通の攻撃でいいかな。さほど体力も多くないと思う。何？はい、ピーマンの攻撃。あー、倒せた、倒せた。弱い。すぐ倒せるわ。余裕。いや、もう4人すべて揃いましたからね。全然、エビ1匹に負けるか、お前。こっちもわりかしいろんなもん倒してきとるからね。変顔したエビに負けるほど弱くはないよ。ただやはりククールは現時点だとちょっと弱いかな。おお、またこいつおる。ククール、まあ入ったばっかですからね、まだレベルはこの中で一番低いので、まあこの先戦いで役に立ってくると思うんですけどね。ムキムキのおっさん、これ武器屋のおっさんじゃねえか。戦いどもうか、初見モンスターになるよ。武器屋のおっさんね、倒すの嫌だな、お世話になってるからなムキムキすぎる。ゴロつき、嘘んだろお前、数が多すぎ、ゴロつきすぎるだろお前、ふざけんなよこれ。まずいんじゃないの、いけるかこれ。とりあえず何いく、ヒャド行っとこうか。ほんでククールの呪文、キアリーね、バギだな。よし行こう。これ絶対強いぞ、ヒャド。おお、いいダメージ食らうね。石拾って投げつけた、原始的か。うわー、石の攻撃ってそんな食らう、石ってそんな強い。俺も真似して投げようか。よしよし、体力はさほど多くないのか。50くらいかな。バギ。3とかやめてね。12、おお、いいね。で、ヤンガス行こう。カブトアリ。ちょいな、36。多分体力は50くらいだね。よしよしよし。カブトアリ。で、もう一回ヒャド。ヒャド C に行っとこう。ほんで、ククール攻撃。これまずいな。戦いどんなん失敗だな。強すぎるぞ。また石投げてくるんじゃねえか。よし、倒せた。ナイス。バギーが全然食らわねえんだよな。16。また出た出た。これ全体攻撃だからな。お前ずっと石拾って投げろや。勝てるぞ、俺に。間違いなくね。ずっと石拾って投げなさい。ならあなたは勝てるでしょう。さて、もうこいつとは戦い挑まないことだね。こんなもう数多く出てくるとは思わんかったよ。ゴロつきすぎてるよ。警察に電話しとこう。変なんいまーす、言うてね。オッケー、経験値は264。まあさほど変わらないね、前のとこと。あまり変わらないんだよな。強さ自体はまあその線変化してないよ。攻撃力は高くなってるだけで、体力とかはね、別に今まで通りという感じ。よし、先進もう。なるべく戦闘は避けてね、もうこの辺のやつ倒しても何の幸福感も俺は得られないので、ね。もうあんなムキムキマッチョマンと戦いたくないからね。うわー、なんか、ババコンガみたいな。モンハンのコンガみたいなやつおる。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。とりあえず目的である、パドミラだっけ。あそこ目指していかないと。ゴロつきすぎてんだろ、お前。おかしいだろ、これ、数がよ。誰か疑問に思えよ。さて、あ、小屋がある。こっち行けばいいのか？これちょっと小屋入ってみよう。あっちにもなんか門みたいなあったけどね。
の、no! コンガみたいなやつ腹立つ、やめろ。初めて戦うね、こいつは。もう、多いよ、コングヘッド。数の暴力で来てるじゃないか。多すぎる、多すぎる。落ち着け、落ち着け。ヒャド行っとこうか。はい。で、ククール、普通の攻撃。はい、ヒャド。32、いいダメージだ。ヒャドは割かし食らうな。アーティシカの姿見とれてる。さすが。哺乳類だから同じ気持ちになれるんだね。わかるわかる。俺も見とれちゃうよ。素晴らしいね。よし。ガチャコッコ。ダメージ自体はそんな食らわないね。あ、こういう系っていうのはね、おそらく防御力が高いとかそんな感じでしょう。うん。様子を伺ってる。何を見ることがあるの？何を様子伺うことがあるのか、ぜひ教えてもらいたいね。コッコ B。やど。グッバイ。一匹一匹倒していかないとね。いいよ、お前は全然ダメージ食らわねえんだ。2、うわお、硬すぎるね。見て、うわー、24、あかんな、これすぐ倒さんと。なんでみんなそっち行く？コンガ倒しに行けや。なんでみんなコンガ無視すんの？コングヘッドまず倒そう。あれおかしいな、今コングヘッドの方にあれやってたはずなんだけどな。よしよしよし。みんなコングヘッドしかとで行ったね。顔が怖いから倒したくないんだろうね。後で何されるかわからんし。オッケー、グッバイ。あとはガチャコッコのみだ。えいゆ、これで終えるかな。行こう。グッバイ、無事討伐完了。しかしだね、やはり強いわ。最近強い。やっぱこの辺強くなってるね。調子に乗ってたらすぐやられるよ。とりあえずあの小屋行ってみよう。もしかしたらちょっと休憩場かもしれないしね。体力もピンチだから。回復しないと。失礼しまーす。入りまーす。入りましたー。ここは何屋なの？は？あ、宿屋っぽいね。宿屋だ。お、ひょっとしてあんたは客だね。これは珍しいこともあるもんだや。こんにちは。あー、よかったよかった。ありがとうね。はい、休みますよ。助かった。ここで宿屋なかったらちょっと厳しかったかもしれない。うん。ただこんなとこに宿屋っておかしな話だよな。あ、教会もあるのか。うん。ご用はないよ。まだセーブはしないからね。よろしく。これだけ？南にある道沿いに歩いていくとパルミドの街だけど、あそこ行くのはあんまり進められないね。何しろ住んでるのは貧乏人と悪党ばかりだ。行けばきっと不快な思いをするに違いないぜ。お前に言われたくねえよ、家なし小僧が。お前宿屋に座ってんじゃねえよ。お前住んでんじゃねえよ、バカ野郎。ねえ、パルミドの人たちはお前に言われたくないと思うよ、絶対。このまま南に進んでいけばってことは、あの門だよね。あの門を越えればパルミドに行けるらしい。なんだこいつ、気持ち悪い。あいつは腹立つな。あいつ口悪いね。初対面なのいきなり町の悪口と。お前ヤンガス殴られるぞ。お前ヤンガスのふるさと何言うとんねん。でもそういう町なんだよね。悪いやつもどんなやつでも受け入れてくれる町らしいので、だから今回はこのトロでもね、中に入れるということなので、この町を目指していってる。まあ入ってこなくていいんだけどね。入ってきたからって言ってなんかあるわけじゃないし、なんかもらえるわけでもねえしな。うん。この門をくぐればいいのかい？合ってる？アスカント、ああ、はい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 、パルミドの町とのことですね。行きましょう。まだついてないよね。とりあえずパルミド領土には来たんだ。あ、あるか、ある、この先ある、ある、ある、あったね。あれ町見えてる、地図に。はい、着きましたよ。まだついてないけどね。気持ちがフライングしちゃってる。お、なんかあるぞこれ。なんだこれ、なんだこれ、お前。なんだこれ。何屋なんだ。なんだこれ、ボルッチ。ちょ、とりあえず入ってみよう。パルミド行きたいけど、これもしかしたらパルミドなんか関係あるかもしれない。失礼します。開いてない。扉には鍵かかってる。開けろや。何？ムービー来た。めっちゃハゲてるやん。開かないの？うん。これどうすんねん。あのハゲにどうやって話しかけるんだ。上におった思いっきしハゲ取るやつにどうやって話しかけるんだ。とりあえず話しかけられないよね。あのハゲに話はかけられない。まあ、話したところで俺に得することって何もないと思うんだけど、今は現段階じゃ無理ってことか？そういうことだよね。ハゲ客来たの分かったんだから、お前開けろや。お前真下来とんだろ。とりあえず無視しとこう。ハゲに用はないから。俺ハゲだけにはいつも用はないからね。ハゲ嫌いだから、ハゲ嫌いな人だから、よろしく。もしかしたら見てくださってる中ハゲの方もいるかもしれない。俺は見てくださってる方のハゲは気にならないけど、こうやって出てくるハゲは嫌いなんだね。人が来たの何もしないハゲは嫌いなんですよ。よろしくお願いしますよ。さて、おー、危ない。こっちは戦闘避けてね。うん、パルミドやってきたね。ここだ。
あ、意外にでかいな。意外にというか普通にでかいな。ボロっちいけど。あ、うわ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 。めっちゃボロっちいな。失礼します。やってきました。ここがヤンガスのふるさとだ。お、普通に入ってきてるね、トロで。受け入れてくれてるよ。本当にヤンガスの言う通りじゃな。ああ。この連中はわしの姿を見ても何も言ってこんぞ。見慣れてんだろうね、お前みたいなやつ。めっちゃ笑ってるわ。早速酒場じゃ。っめっちゃ飲む気じゃないですか、こいつ。お前たちは情報屋とやらを探し出してから来るがよい。吉報を待っておるぞ。いや、お前も探せや。なあ、お前今まで中に入れなかったから、探さなかっただけだけどさ、なんで俺まで探さなきゃダメなんだ。兄貴、おっさんのことはほっといて、情報屋の旦那のとこへ行き。そうだな、まず情報をつかまないとね。アマゲスを探すって目的も忘れちゃいけねえでやす。そうだ、あのおっさん完全忘れとったけどな。ヤンガス一番偉いわ。情報屋のおっさんを探すとのことだね。ちょっと町の人の話を聞くか。何してんのお前。この場所は俺のもんだ。永遠の穴を取りたかったら俺に10ゴールド払うんだ。悲しいやつだ。こんなことでいぼって祝って剣で切りつけてやってもいいんですけどね。うん、とりあえずいいえ。ち、金が払えねえな。とっとどっか行っちまいな。目障りだ。いや、でもこの塀の中もしかしたらなんかあるね。おい、10ゴールド払うわ。おい、はい、しれ、はい、しろ。素直が一番だぜじゃねえな。はい、どけ、気持ち悪い動きしやがった。お前殴り殺すぞ。いい加減にしろよ。いちいち邪魔しやがった。あ、別にこっちからでも行ける、行けないのか。いけるよね。なんだあいつ、かわいそうになってくるね、ああいう人見るという。ほんでまた戻ってんじゃないのこれ。ああ、戻ってる。でここ通りたかったら10ゴールド払え。うん、うわー、悲しいねお前。悲しいなお前。俺はこうなりたくないね。今後このように生きていきたくないね。よしよしよし、とりあえずだ。こっちに出てきたんだ。おばちゃん何か知らないかい。あら、やだ、こんな若い子に声かけられちゃったわ。ひょっとしてナンパなの。そうなのね。いや、そうなのねじゃねえんだよ。誰がババア。グーグー、魔物じゃねえか、お前これ。顔と笑い方全部含めた魔物じゃねえか、お前。切りつけんぞ、お前。経験値よこせ。メタルスライム並みにくれるんじゃないの？ん？思いっきり死体があるんですけど。ねえ、いきなり死体見ちゃったんですけど、なにこれ。はあはあ。俺はもうダメだ。俺はもうダメだ、言うとるよ。どうした？これ何もできねえのか？もう放置？グバイ。あ、開いたよ。あ、情報屋っぽいとこ来たかもしれん。秘密クラブへようこそ。すんげえ顔してる。何？怖い。秘密クラブ、また倒れてる。体中の毛穴から悪いものが全部吹き出していくのさ。流した汗は男の勲章。そうだろう。こいつは？うおー、体の芯までグツグツと煮えたぎるようだぜ。なんでムキムキしかいねえんだよ。怖えよここ。秘密クラブってまさかそういう秘密かい。おお、小さなメダルを手に入れたよ。秘密って意味深すぎるだろお前これ。ねえ、何のこっちゃってわからんかったけど、中入ったらちょっと理解できたわ。でね、この秘密クラブのことはくれぐれもたごむようだ。言いたかねえよ、さもないと。ふふふ。いやいや、もう完全そういうとこじゃん。もうやめて。ホモホモしい要素はいらないんですよ。こいつは誰だ。ここはパルミドみたいな不健全な街でも体だけは健康でいたい。そんな連中の集う秘密のサウナさ。見ろ、目の前の鍋から立ち上る素晴らしいスチームを。そして影、俺たちのここかぐわしい汗の匂いを。ぐわぁ、うわぁ、いかいかん、出よ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 、あかんかんかん。こんなとこおったらお前も病気になるわ。いろんな病気もらっていくわ。やめよう、やめよ、出よ出よ出よ。まともじゃないわ。まともじゃないやつの集まりだった。いやー、来て最悪でしたね。何も思い出が残らなかったよ。嫌な思い出しかないわ、今。てっきりここにいるのかな。秘密クラブってそういうことなのかな。情報屋みたいなのがいるのかな、思ったら関係なかった。ホモしかいねえよ、お前。勘弁しろよ。お、女の人がいる。胸がでかい。きゃ、何よ。この家に金目のものなんて何一つありゃしないんだからね。え、強盗じゃないの。まあ、ごめんなさい。近頃多いものだから、私てっきり。こんな街に強盗に来るのか。まあ、壺は割るんですけどね。まあ、壺割って、タンスの中身見るんですけどね。本当に何もないわ。なんか入れとけよ、お前。そこは入れておいてほしかったね。でも、強盗がこんなとこに来るっておかしな話だよな。わざわざこんな貧乏なとこ狙ってくるかね。さて、情報屋どこにいるんだ。ここは宿屋。何屋になるんだ。あ、アイテム屋か。情報屋探すの一苦労だよ。アイテム屋、お前うろうろすんじゃねえ。うん、
道具屋ならお前定位置におるや、お前うろうろしたらお前話しかけるのこっちめんどくせえだろ、お前こっちも動かなくなっちゃうからね、ダメになっちゃうから、そういうとこ空気読んでほしいんだよな。まあでもこんなとこで道具屋しても儲からんでしょ。どこにいるんだ情報屋は、ここ何、開けまーす、うん入りまーす。なんだこれ広いな。失礼します、可愛い女の子。うちの手下、大の博打好きでね、前は、ベルガラックっていうカジノのある町に住んでたのよ。なぜこの町に住んできたかって、それは借金というか逃げるためよ、決まってるじゃない。ねえ優しい人だよ、そんな借金した夫についてきてね。あんた美人だからどこでも結婚できるわ、間違いないね。俺の嫁にならないかい、最高の幸せを与えてやろうと。申し訳ない、個人的な感想だ。さーて情報屋探すぞ、探してるぞ。おっ、中にすごいものが入ってる、だから箱、オーマイガー、オーマイガー、しかし開けれない、もしかしたらここに鍵が入ってるっていう展開はないのね。何のためのつもなのかわからんな。さて、おお、ここなんか怪しいぞ、行こう行こう行こう。失礼します、誰かいませんか。誰もいませんよ。ここだけめっちゃ豪華な部屋だよね、何なのここだけ、おかしくない、豪華なの。どこにつながってんのねえ。あ、これは錬金術のレピシーの中には3種類の素材を使うものがあることは知っとるか。わしも昔少々錬金術をかじっておってな、3種類の素材があると普通の釜には入りきらんので頭を抱えたもんじゃった。まあそこそこ器用なものならば釜くらい自分で改造して大きくしてしまうようじゃがな、残念ながらわしは生まれついて不器用者、それですっぱり錬金術の道を諦めたんじゃ。知らんがな、お興味ないがな、てっきり情報屋かと思ったわ。こんなとこに住んでるからさ、一つだけ部屋異常に広いからさ、あ、これ来たんじゃねえかなと思ったら、関係ない、錬金術とか知らんがな。もう錬金機能俺全く使ってないからね。ガン虫だよ。どこにいるんだこれ、やっぱ酒場にいるのかな。もう即酒場行ってみよう、もしかしたらここにいるかもしれない。これ教会だ、これ教会だ、違う、トロデが待つ酒場へ、レッツゴー、入ります。あ、酒場とあれ繋がってるんだ。あ、馬ここいるね、馬放置していきやがったな。失礼します。お、ムービー来るか、ムービーちゃうね、トロで飲んでるわ。うー、全くどうして酒を飲むのをこんな苦労せねばならんのか。これも全てあのドルマギスのせいじゃ、あやつがわしに呪いをかけたせいで。それにしても哀れなのは姫じゃ、せっかく婚約も決まったのよりによって馬の姿とは。なんじゃ来とったのか、わしのことはいいか、早く情報屋というや探してくるとよいぞ。ふざけんなお前、なんじゃお前ボケゴーラ、これいろんな過去を持った客が来ますからね、相手の事情を下手に、詮索しないのがいいバーテンの条件なんです。はあ、そう、もうここにいそうだけどね、情報屋いないのか。わしは若い頃、猿大師殿に仕える神官じゃった。じゃがある時ほんの出来心が神殿の金を使い込んでしまったのがバレて追放されての、行くあてもなくさまよった末流れ着いたのがこの町じゃ。まあ全ては遠い昔の話じゃがな、悲しすぎるね。お、この子は向こうのカウンターのお客さん、顔色悪くて不気味ね、耳は尖ってて魔物みたい、言われとるぞ。でもまあいいか、この町じゃ他人のことなんて気にするだけ野暮ってもんよね。君はなんでこんなとこにいるんだ、お前は。なあ、あんた知ってるかい。知らない、何これ。ここだけの話なんだが、世の中には盗んだものでも何でも買い取ってくれる店があるんだぜ。嘘でしょ、闇商人っていう店って、闇商人の店っていうんだが、この酒もそこで盗品を売った金で飲んでるのさ。ウィーク、いや闇商人の店ってもうそのまんますぎないねえ、自らバレるつもりで名付けたね、バカだね。もっとあるだろ他に。残念ここにはいなかった、ちょっと宿屋の方も見ていこうか、もしかしたらこっちにいるかもしれない。闇商人の店そのまますぎてバカすぎて泣けてくるね。情報屋が全く見つからんぞ。あ、酒場っつったって2つあるんだ、ここ1つとこの下にもあるね。マップ表示されてるんだけど、これ見て、下ほらここにあるんだよな。そっちを見に行かないとね、もしかしたらそっちいるかもしれない。お、見てくださいこの鉄格子、宿泊客が宿台を踏み倒して逃げないようにはめてあるんです。うわ、宿屋なのにまるで牢屋にでも入れられてるみたいな気分ですよね。全く冗談じゃない、でもこんな街にたどり着いたお前が悪いわ。お前もそれなりの事情があるんだろう。おう、あ、外に出てきたのか、なんかムービー来るのかなと思ったら樽があるぞ。はいや、
次左、はいや、えい、赤いカビ、えい、これだけ、これだけ。お、こっちは何に繋がってるんだ。いろいろと繋がったりね、この町。下降ります。情報屋、おー、なんか来たよ。占い屋、占いの館へようこそ。あなたが今日ここを訪れることは星の巡りによって分かってました。絶対分かってないよね来てからそんなこと言われても。探し物、そうだよ、探し物だよ。そうでしょう、そうでしょう。では早速占いましょうね。ちなみにお題の方は現在私の占い師デビューサービス期間中のため、なんと無料です。ありがたいね。それでは始めますよ。ふにふにふにくら、うにくら、さくら、かまくら、きたまくら出ました。あなたの探し物はこの町にはないようですね。どっか遠いところにあるのでしょう。でも諦めず求めれば、きっと見つかると思います。頑張ってくださいね。私も及ばずながら応援してます。バカかこいつ、お前。誰でもできるわそんなもん。俺もやったるか。適当に言いすぎだろお前もう情けないわ本当に。そんなの占いすんじゃねえ、ただの詐欺師じゃねえかお前。何とでも言えるからね、ここにはない、遠くにありますって。もっとその遠くを具体的に言えっつってんだ、ハゲ。ハゲてないけど、ハゲ、クソハゲ、ふざけんな。期待して損したわ。あ、見つかるのかなと思ったさて、宿屋じゃないわ、酒屋に行ってみよう、酒屋。ちょっとね、とんだビッチに騙されてね、最悪でしたよ。全然見つからねえわ。ヤンガスも情報プリーズよ。もう残るとあるとしたらこの右側だよな、この左側の家だよ。家一つ一つ入っていくか、これですか。ここから先はこの町でも一番貧しい連中が住む物乞い通りだぜ。せいぜいナイフの紐はきつく結んでおくことだな。けっけっけ、何笑ってんだよ、怖えよ。物乞いロード通っていこうよ。やだね、そんな物乞いになりたくないよ。わお、わお、貧しい。お、いきなりなんかいるぞ、ハゲ。ここじゃ一つの部屋を板で仕切って大勢で暮らしてるのさ。見ての通り狭苦しいんだが、こんな家でも雨露しのげるだけでは他の連中よりマシってもんだよ。マシなのか。頑張れや。それ納得すんなよ、それで。ぬふふ、闇商人の店で安物のベッドを手に入れたのさ。あんたも欲しければ酒場の奥。おっと、いけねえいけねえ、闇商人の店は秘密だったんだ。お、酒場の奥にあるのか。はあ、これいい情報手に入れたぞ。ちょっと出かけてる間、俺の愛用のベッドがなくなっちまったんだ。いくらこの街でもまさかベッドまで盗まれるなんてな。向き俺が甘かったぜ。え、真正面に見えてないお前の、お前真正面に見えてるの、あれ違うの。ベッド盗まれただって。悲しいね。真正面に完全あったけど、それ気づかないんだったら、まあ、盗まれて当然でしょうね。でも宿屋の奥って言ってたよ今。これいい情報手に入れた。宿屋、あー、じゃない、酒場の奥だな。酒場どうやって行くんだ。こっちか、絶対ここだよ。お、君はどうしたんだい。妻に逃げられ、息子はぐれて、全てが虚しくなった私はこのパルメニドに流れ着きました。おかげさまで他人の目を気にせず毎日心穏やかに送ってますよ。あー、幸せだな。ダメだこのおっさん、もう積んでるわ。お前それ一番の被害者息子だろお前、放置されたね、かわいそすぎるわ。お、酒場来たよ。なあ、金貸してくれよ。俺ち今晩の飲みでもないんだ。5ゴールドで無理ー。うーん、死ねばーか。貸すわけねえだろ。少し状況を考えろ。お、死んでる、死人かな。あー、払ったな。でも食い物はないし金もない。働きなんてさらさらない。もうめんどくさいからこのまま寝ちまって空港をやり過ごすことをするよ。ああ、もう貸すの人間だよ。もうダメだこれ。何もね、こんな人間に未来も全て何もない。よし、入ってきたぞ。酒場の奥って言ってたよな。カウンターの奥の扉の向こうに何があるんかだって。ちちち、それを知らない人間には教えちゃいけない約束なんだな。これが知らない人間。近頃体の大きい道化師が方々の町を訪ねて回ってるそうですね。ドルマゲスか。人々を楽しめるせるために辛い旅を続けてるなんて、なって立派な人なんだ。バカかお前。うん、バカすぎるわ。この世の中捨てたもんじゃないって、死ぬ気かお前。あ、捨てたもんだよ。あんなやつに絡まれてさ、最悪だよ本当に。何でも信じちゃうんだね。奥に行くためにはこの町の情報を知らないと無理とのことだね。中に入れる？失礼します。入るとこが多いなここ。ん？何こいつ、ギター持ってんだけど。バイオリンか。俺は詩人になるため田舎を飛び出してきたのに、こんなとこで何をやってるんだろう。畜生、青空なんて大嫌いだ無駄な会話じゃいらんわバカタレお前。テント入ってきたから何かあんのかな思ったら何もなかったろ。
さて、お次こっち側行くか。どっかなんかあると思うんだけどね。これどこに繋がってんだ、上は。お、この町に凄腕の情報屋がいるという噂を聞いてはるばる訪ねてきたんだが、野郎一体どこに住んでやがんだ。またこの町はややこしいぞ。本当だよ、どこ探してもいねえじゃねえか。全然いねえよ。そういや以前この町にはヤンガスってケチな盗賊野郎が住んでたんだが、そいつと喋ってるとやたら語尾にガスだとかゲスだとかつけるんで笑えたんだよな。あいつ今頃どうしてんだろう。どっかで死んでなきゃいいんだけどなあ。ケラケラ、いや 真後ろにいるわお前ね。気づけよお前、ヤンガスにぶん殴られんぞお前ね、後ろついてきてない設定なのかこれって。ここ降りましょう。ここはどこに繋がってるんだ。なんだこれは。あ、ムービー来た。ようやく来たかな。ようやく見つけたよ。全然応答しねえんだけど。お、中に誰もいませんよのパターンか。マジで。ガスよガスよ、うるせえなお前。上のやつにも言われてたろ、ガスガスってなんだよお前。で情報屋の家は見つけたらしいんですけど、その情報屋が今留守をしている。どこに行ったのかわからない。有能な情報屋のくせにいねえってどういうことだ。全然有能じゃねえわ俺からしたらね。そんなもんクソですわ、うんこですわ、うんこそのものですわ、ふざけんじゃねえよ。さてトロデが待つ酒場へ一旦戻りましょうか。この町に来て何の進展もなかったけどね、ようやく進展がありましたよ。ミーティア、こんにちは。かわいいね。馬になってもかわいいね。人間に戻ったらもっとかわいいんだろうね。間違いない。さておっさん、なんだなんだ、めっちゃブツブツ言うとる。どうして酒を飲むのにこんなに苦労せんやならんのか。さっき聞いたわ。これもすべてあのドルマゲスのせいじゃ。あやつがわしらに呪いをかけたせいで。やっとるね。それにしても哀れなのは姫じゃ。せっかく婚約も決まったのに、よりにもよって馬の姿とは。馬でも可愛いじゃねえか。なんじゃ、来とったのか。意外に早かったの。して、ドルマゲスの行方は疲れたのか。何事じゃ。ん、今のは姫の声のようじゃったが。今のはなんだ、ミーティアの声が聞こえたね。どっかに連れて行かれたのか。だ、大変じゃ。ミーティア、ミーティアの姿がどこに行った。さっき言った。こいつはいけねえ。足としたことがうっかりしてたでガス。なんじゃい。この町の連中は人の過去や事情には無関心だけど、人の持ち物には関心ありまくりで。最悪じゃねえかお前、先言えや。つまり若い年の姫がこの町の住人に門分かされたという意味なのか。すごいオーラ出てるよ。おっさん落ち着けよ。さらわれたにしてもまだそう遠くには、少なくとも町の外には行ってねえはずだ。おそうじゃな。今は姫を見つけることが何よりじゃ。聞いての通りじゃ。あ、その動きやめで、腹立つわ。わかってるよ。でもその動きやめろ、蹴飛ばすぞ。お前サッカーボールにしてサッカーするぞ。はい、てなわけで今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。このね、なんだっけ、パルミドという町にやってきたんですが、ミーティアがちょっと行方不明になりましたね。とりあえず次回の実況ではミーティアを探していきたいと思いますのでね、また見てくださると嬉しいです。じゃあ次回また会おう。グー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 バイ。